WCG-1K 直流電気機関車は、イギリス領インド帝国時代の1928年に、グレートインディアンペニンシュラ鉄道が導入し、インド独立後は、インド鉄道が所有した直流電気機関車である。導入時の形式名称は EF-1K であった。クロコダイルという愛称で呼ばれる電気機関車の一つである。 ジプレが所有していたボンベイ近郊の直流1 5 0 0トの電化路線へ向け、1926年に発注が行われた貨物用電気機関車。全車両のうち重量はスイスロコモティブマシンワークスが製造した一方、31両はイギリスのバルカンファウンドリー社が作った。バルカンファウンドリーにとっては初めて手掛けた電気機関車でもあった。 伝送品の製造は、ブラウン・ボベリとライセンス契約を結んだメトロポリタンイコールビッカース社が担当している。駆動装置や電動機が収納されているボンネット部分の下側には道輪が設置され、連結機側から1軸目と2軸目の間にある道輪から主連棒、連結棒を使って動力が伝達されていた。機関車自体の制動装置には空気ブレーキが使用された一方、 貨車との間は、真空ブレーキで接続されていた。なお、インド鉄道時代の形式名である、WCG は、高期直流貨物用電気機関車という意味である。直流 1500V で電化されていたボンベイ近郊の貨物列車に使用され、最大30パーミルの急行媒路線では、列車の後方に連結する補機としても使用された。 山岳地帯の曲線が多い路線でも安定した走行を見せ、作業員からは、けしか、日本語で、カニという愛称で呼ばれていた。新型機関車が導入されて、以降は入れ替え用にも使用され、最後の車両が引退したのは1992年であった。一両がニューデリーの国立鉄道博物館に保存され、導入当時の車両番号を呼び塗装に、 復元されている。ありがとうございます。